この忍者ガイデンでは主人公リュウ・ハヤブサというのを皆さんに初めて人間リュウ・ハヤブサとして、まあ、披露することになります。 How's your arm? It's an old Slavic curse, you know. The grip of murder, they call it. The grip of murder. Make no mistake, you are an assassin of the darkness. Enough! 初めて人間リュウ・ハヤブサとして、まあ、披露することになります。彼を世界のスーパーヒーローにするまでこのシリーズは止まることがないと思います。What the? Back of the truck! The ninja! Fire! Fall back! Fall back!今回忍者ガイデン3では、プレイヤーがリュウ・ハヤブサとして、ストーリーを追体験できるようなものを届けます、これまでデベロッパーダイアリーで、チーム忍者のスタッフミナが言っていたように、ハヤブサの人間性であったり、ハヤブサの苦しみであったりそういうものを全て、表現するべく、開発を進めています。楽しみにしていてください。 Masks They allow one to play a roleby hiding one's true face. Your mask is no different. Hero or murderer? Which is the true face of Ryu Hayabusa? Ninja Gaiden 3 はダークヒーロー Ryu Hayabusa の物語と、オンラインでは一人の忍者としてのリュウ・ハヤブサを目指すもう一つの物語が、遊ぶことができます。リュウ・ハヤブサを体験する物語ではヒーローモードからマスター忍者までその初心者から、コアなユーザーまで幅広い、プレイスタイルを提供するとともに、オンラインに関しても、オフラインの人でもシングルでプレイできるモードというものを用意しています。このデベロッパーダイアリーズを、まあ、ここまで見ていただいて忍者ガイデン3の狙いというのは皆さんに感じていただけたかなと思います。この忍者ガイデンというシリーズはそもそもがナンバーワンのアクションゲームを作ろうとして始めたシリーズです、まあ、こうやって歴史を重ねて今忍者ガイデンというのが3作目に来ました。でこの忍者ガイデン3では今の時代、この2012年でナンバーワンのアクションゲームになれるようにということで我々このようなコンセプトで制作をしました。この忍者ガイデン3ではプレイヤーの皆さんが気持ちいいとか面白いとかっていうだけではなくてプレイヤーの本当に心に残るアクションゲームにしたいということで制作しています。皆さんの記憶に残る、皆さんの心に刻まれるタイトルになることを切に願います。Unfortunately for you, we're all done here.